はい、それでは、森美術館スターズ展関連イベントとして、草間彌生さんについての、トークイベントを始めさせていただきます。で、今回は、立畑、明さんと、南條文雄さんをゲストにお招きして、草間さんの、活動について、お二人の、個人的なエピソードから、作品に関しての批評的な内容についてまで、草間さんの活動について、改めて掘り下げたいと思います。ではまずは登壇してくださる立畑さんと南條さんのご紹介をさせていただきます。立畑明さんは、美術批評家で、詩人で、現在、埼玉県立近代美術館の館長、京都芸術センター館長、全国美術館会議会長、多摩美術大学学長、そして、草間、弥生美術館の館長を務められて います。肩書きだけでもすごい長いんですが、草間、忠さんは、国立国際美術館の主任研究官で、多摩美術大学の教授を経て、国立国際美術館の館長で、その後、京都市立芸術大学の学長をされて、現在、多摩美術大学の学長を務められていると。で、2017年に開館した、草間彌生美術館の、館長開館の、時から務められています。で、キュレーターとして、数々の展覧会に関わっておりまして、主な展覧会としては、ベネチア・ビエンナーレの日本館のコミッショナー、1990年と1993年に、務められておりまして、1993年の会で草間さんの個展を、企画されています。で、横浜トリエンナーレ第1回の2001年芸術監督で、愛知トリエンナーレの芸術監督、東アジア文化都市2017京都、アジアカイロ現代美術展の、芸術監督などを、務められています。で、詩人としても、活躍されておりまして、詩集、余白のランナー、1991年に、出版されたもので、レードの、犬、2004年に出版されたものをはじめ、美術批評集やエッセイ集なども多く出版されています。で、続いて南條さんの、ご紹介なんですが、南條文雄さんは、現在森美術館の特別顧問を務められています。で、国際交流基金を経て、2002年より、森美術館の副館長、2006年より、館長で、2019年末に、退任されて、現在特別顧問を務められています。で、これまで、キュレーターとして、活躍されてきました。で、主な展覧会としては、ベネチア・ビエンナーレの日本館コミッショナーを、1997年に、務められておりまして、台北ビエンナーレコミッショナーで、ターナー賞審査員、そしてシドニー・ビエンナーレの国際選考委員で、横浜トリエンナーレ、2001第1回の芸術監督を立畑さんと、務められています。で、その他にもシンガポールビエンナーレ、2006年と2008年にアーティスティックディレクターなどを、担当されてきました。で、草間さん、お二人とも草間さんに深く、関わって並走して、来られてきたと思うんですが、草間さんの作品や活動については、これまで、多くの展覧会や文献で紹介されてきました。で、今回は、草間さんに、並走して来られたお二人の視点から草間さんの軌跡について語っていただく、機会にできればと思います。で、草間さんの、キャリアについて簡単に、ご紹介させていただくと、草間さんは1929年に、長野県松本市で、生まれました。で、52年に初めて松本市、第一公民館で個展を開催されてから、キャリアを、作家としてのキャリアを始められて、1957年に、ニューヨークに、アメリカに、渡ります。で、最初シアトルに渡ったんですが、翌年58年にニューヨークに、拠点を移されまして、1973年に帰国するまで、16年間、ニューヨークで活躍されてきました。なので、28歳から44歳まで草間さんがニューヨークで活躍活動されていたということになります。
で、73年に、日本に帰国されて、東京拠点に、以降活躍するんですが、草間さんのキャリアの中で重要なのが1989年にニューヨークで回顧展をされ、93年にベニスビエンナーレ日本館で個展をされ、で、1998年に、ラクマ LA カウンティ、美術館とニューヨークモマ近代美術館モマの、共同企画による回顧展で、国際的な、再評価というふうに、キャリアを築いてきました。で、今回のトークでは、草間さんのこの70年ほぼ70年近い、長いキャリアのうち、73年に帰国されてから90年代から90年代後半にかけて国際的に再評価されるまでの活動について主に、話をお聞きできればと思います。で、2人が草間さんの作品、草間さんご本人に、出会って、さらに展覧会企画などで関わるようになった際のエピソードなどを含めて、聞きできればと思います。はい。で、早速なんですが、立畑さんが草間さんの作品と、出会われた、きっかけというのが1973年に帰国された2年後に、西村画廊で開催した冥界からの死のメッセージという、展覧会で草間さんの作品を見たことがきっかけになって、草間さんをしっかり、世に、出そうと、展覧会を、企画しようと思ったと、聞いてますが、その頃の、草間さんの、美術批評での、美術界での捉え、どのように、受容されていたかということと、世間一般で草間さんってその頃週刊誌などでもこう騒がれてたって聞いてたんですけど、どういうふうに見られていたかっていうのを含めてお聞かせいただけますか。そうですね、正確にニューヨークから東京に拠点を移した年ははっきりしないんですよね。しばらくは行ったら来たりしたみたいな、ね、それで、まあ、73年になんか体の具合も悪いこともあって帰国して、で最初の個展が75年開かれるんですけども、その草間さんは、今とは違うけどそれなりに知られてはいる存在でしたけども、当時のね、その関心というのはなんかやっぱスキャンダルの女王みたいなね。それでニューヨークで裸のストリーキングとか、それからベトナム反戦運動、その男女のね、アメリカ人の若者を集めて、それを全裸にして、自分を全裸になって水玉をのマークを張り巡らしてね、でセントラルパークのアリスの像に集ったり、それからニューヨークの近代美術館のね、ロックフェラーガーデンっていう、まあ、聖なる彫刻ガーデンに乱入してチョークとセックスするみたいな、そういうことをやって、まあ、オージーパーティーを開催したりっていう、はい、それが、まあ、日本に報じられたのね。でスキャンダルの女王みたいな、しかも、まあ、ちょっとその悪意や文学とかでもニューヨークでもそんなゴシップだみたいな飽きられて、でニューヨークの負ける日本に逃げ帰るみたいなことだったのかな。それで僕もなんかティナ会をそこのジャーナリストだったんでね、見に行こうと思ったんですけども、まあ、ちょっと怖い女って感じがあったのね。それで会場に草間さんがいらしたかどうか正確に記憶してないんだけど、スールがなんか置いてあってそこに心のない人がいたような気がちょっとあるんだけども、ただまあ顔合わせると怖いから、その壁に、これね、その会場の光景ですけど、これは銀座の西村画廊、ちっちゃな画廊だったんですけどね、うん、西村画廊とは、まあ、この手の中1回やっただけで分かれてしまうんですけども、その壁に、まあ、ちっちゃな絵だからね、貼り付くようにしてずっと絵を見ながら、草間さんらしき女性とは顔を合わせないようにしてそのまま出てったって記憶があるんですけども、ただ、まあ、その時 もう本当衝撃を受けて、コラージュドローイングっていうのかな、で
確かあのタイトルなんだっけ、冥界からの死のメッセージ、はい、そうです、というタイトルがついてた。それもちょっとあの徳山さんに確認して思い出したんですけども、あの非常にこうね、ものすごいその不穏な、確かにね、タイトル通りイメージで、しかもなんかポエジーがものすごく深くてさ、今多分これ東京都現代美術館入っているような作品が中心だったと思うんですけども、今見ても本当に素晴らしい、コラージュ群ですが、でこの不穏さとかポエジーの深さにちょっと衝撃を受けてね、それでもう本当恐るべき天才だなと思ってた。で僕はその後すぐにあの国立国際美術館の文化庁にできた設立準備室に入るんですけども、その時なんかが、まあ、僕も学園の比較もなかったんでね、本来学園になろうと思ってしゃがんでたわけじゃないんですけども、ただ準備室が出てた時に、そのあのジャーナリストが取材してる時に、その準備室のスタッフにならないかと言われて、そこに映った人の電気は動機はやっぱこの天才をね、やっぱり世の中に出すっていうか、もう一度再評価させる。もちろん草野さんニューヨーク行く前にね、アウトサイダーとして竹内修吾なんか紹介して、それなりの名声はあったんですね。だから本当に今あの国際的なアートシーンの中でも最も重要な女性であるっていうことを、日本や海外に発信しなきゃいけないなっていうのも、学芸員を目、まあ、それだけじゃないんですけど、もちろんあの学芸員としての責任だなと思ったっていうのが、まあこの草間さんのこの展覧会での出会いから始まったということですね。この展覧会の紹介文を、ギャラリーの、招待状を見ると中原祐介さんが書いてたりしてるんですね。ああ、そうですか。はい、なのでこう昔、ね、ニューヨーク時代の草間さんの活動を直に知ってらっしゃった一部の美術の批評家の方からは、やっぱり作家としての高い評価も得ることはできてたっていう理解でいいんですかね、この時代で。そうですね、あのまあ、評論家にもよるし、そのニューヨークのスキャンダルを日本で紹介した評論家を見て、その草間さんはその人に対して激しい憤りを抱いたりする。で全ての評論家があのその才能を評価したわけじゃないけども、中野さんのその僕ダイレクトメールはちょっと覚えてないんですが、確かに高く評価されていたでしょうね。あのこれ後から話出てくると思いますけども、あのベネチア・ビエンナーレで草間さんを紹介するっていうのは結構ちょっとあのその頃ね、もう草間さんは、まあ、今でもですから精神病院に住んでらっしゃるんで、あのそれを日本の国の代表にするっていうことに対して、やっぱり国際交流金とか役所の人たちは不安があるわけですよね。中川さんにあの草間さんを選ぶっていうことを、多分中川さんがベネチア・ビエンナーレのコミッションの選考委員長が当たったこともあったと思うんだけども、あの選ぼうと思うんですかって言ったら、あの国際交流でしょうね、あまり好意的な受け止め方しなかったから、中川さんはもうそれは無条件に絶対それで行けっていうふうに言ってくれたのはすごい励ましになりましたね、僕は。なるほど。この時まだ南條さんはこう展覧会の企画者としては草間さんに関わってなかったと思うんですけど、その70年代後半から80年代にかけての草間さんの活動ってどういうふうに見られてましたか？まあ、その立安さんも今おっしゃってたように、そのちょっと傍慶にいる、近づくと危ないみたいな、ね、感覚でのポジションだったと思うんですよ、美術業界の中で。でその時の状況を考えてみると、やっぱり60年代から70年代にかけてはコンセプチュアルアートとかミニマリズムとか、まあ、その非常にこう色彩的にもあんまり なくてね、うんうん、渋いあのコンセプチュアルなアプローチが強い時代ですよね。でそれが、まあ、1979年から80年ぐらいになって、その空気が徐々に変わり始める。その中でその草間の位置が変わっていったと思うんですよ、うん、でまあそのあの時79年にね、あのロンドンのロイヤルアカデミーであった大きな展覧会があって、
そこで相当ペインティングとカラフルな具象っていうものが出てくる。でそれを受けて日本でもそのニューペインティングが出てくるわけですよね、で僕はそれが何年だったかはっきり覚えてたけど、超少女っていう特集が美術手帳で行われていて、でそこの中で草間さんがあの最年長のその超少女として紹介されてたんですよね。でこれ80年代後半だったかもしれない。で私が見て一番その作品的に衝撃を受けたっていうのはあの銀色のボートなんですね。銀色のボートでこうね、あのスタッフィングのペニスがこうたくさんくっついてるようなやつ。であれタイトルが死の海を行くっていうので、それをどこで見たのかがどうしても思い出せないんですけども、すごくそのやっぱりポエティックな作品ですよね。それからタイトルがうまい、で非常にその日本語のタイトルやなんかを見ていくと草間さんっていうのはね素晴らしいんですよ、タイトルの付け方が。それで非常にその時ちょっとこう自分の考えがね、これはちょっと面白い、すごいなっていう。で銀色ですからやっぱりその時のムードのコンセプチュアルなムードとも合ってる。そのうち1984年にクリストファー・ダン・ショークスが出てくる。これが賞を取って新人賞ですね、あの文学の。でこの本を読んだんですけども、その時最初の6ページぐらいがね、ニューヨーク時代の住んでたアパートの手すりの話なんですよねそこにブドウの彫り物があるって話があって、そこに夕日が当たってる、つまりねその6ページに及ぶ字数がね、全て自分が見たものの記憶に費やされてるんですよ、で普通ね小説っていうのはね出来事を描くんです。だけど草間さんの小説は見たもののことを描いてる、ということはねものすごく鋭敏な視覚を持ってる、そしてそれを見たものを覚えてるんですよ長いこと、だからこれは特殊な才能を持ってる人じゃないかっていう印象をすごく受けた、でその辺で私は考え方が変わり始めたんですよね。なるほど、うん、あ今南條さんからの小説の話があったんですけれど、私も草間さんの作品のタイトルは本当に素晴らしいなと思って、今あの我が永遠の魂で、1000点を目標に書かれて今700点ぐらいになるんですけど、そのタイトルも全部違うタイトルでもちろんで全部素晴らしいんですね。タイトルだけ、ね、ずらっと並べるとそれで詩が成立するような、詩になりますよね、はい、美しい言葉、ね、なのでやっぱり特徴としては70年代に日本に帰ってきて草間さんの、日本での活動の一つの、重要な特徴としてはその文芸作品に目覚めたっていうのが大きいと思います、で草間さん自身も、ニューヨークにいた頃の自分をこう表の自分だとすると日本に帰ってきた時の自分は裏の自分で、その裏の自分を表現するのにそれまであまりやらなかった版画であったりとか陶器であったりとかで、一番重要なのが文芸作品、詩であったり小説であるっていうふうに公言されてるんですね、でそういった意味でやっぱり草間さんの作品の世界観を理解する上でこの時代の小説っていうのは本当にあの書くことはできない重要な要素だと思うんですけど、田崎先生今ちょうど文芸作品についての論考を書かれてるっていう、でこの来年の展覧会の話っていうのも言っていい話なんですか、マーチングループスバーググループスバーグヨーロッパ巡回展が3月から始まるんですけども、まあ、ちょっとコロナ禍がね今どうなってるかとかちょっと気にはなるんですが、秋に始まる予定だったのをそれを3月に伸ばした展覧会ですね。今その展覧会のカタログ用にあの先生が文芸作品についての論考を書かれたばかりだということで、今、まあ、ほぼ書き終えたところなんですけども、向こうからその草間文学者としての草間を紹介してくれという、ね、で僕は もちろんあの全く読んでなかったわけじゃないけども、その草間さんは小説集がね14冊もあって詩集もありますし、それは全部目を通したわけじゃなかったのね。でもちょうどいい機会だと思って全冊揃えて、ちょっとコロナ禍にこもった日々にちょっと読んだんですけども、大きく分ければ2つあって、1つはまあニューヨーク時代の思い出、それからまあ、自分の自伝的な
日本を舞台にした小説っていう。で中心のはそのさっきおっしゃった南田さんが言ったクリストファー男小窟を始めてしまうニューヨークの自分の体験に基づいた小説ですよね。だけどこれはね、あのどんな小説っていうのは一言で言うと壮絶なるポルノ小説ですよ。もう壮絶極まりないね。ただこう戦場的なポルノ小説とは違ってもう、なんていうかインパクトが鮮烈で暴力的で、あらゆる猟辱的なものに占められたっていうか、そのポルノ小説はとても読めたものじゃなくて、まあ、むしろ奇想天外のファンタジーみたいなことなんでしょうけども、ただもう、そのこれはちょっとね、だからこういうところ話しにくいけども、ペニス切りっていうかね、その弾痕を切るっていうイメージは草間さんのあらゆる小説の中に出てきますし、それからまあ、フェミニストどうしても両側にお互い性器を破壊し合うみたいなね、そういうなんていうかな、まあ、強姦とか死体死姦とか陰茎切りとか、あらゆる暴力を見せているすさまじい小説なんですけども、そこにさっき言ったようにね、そのニューヨークの光景、こうなんか美しいんですよね、うん、すごく夕焼けとか朝とか、それからまあ彼女自身が持っている自殺願望とか、それからやっぱりだから彼女は性的オブセッションを持っているんで、そのやっぱりその性器を破壊するっていうのは一種の救済なのね、彼女にとってはね。そういう救済への願いとかっていうのは同時にこう通底に流れていて、その出力、言葉が次々に湧き出てくる出力もすごいし、これやっぱだから文章を書くっていうのはね、絵の場合はね、こうアウトサイダーの力だけですごいインパクトな作品ができるんだろうけど、言葉による表現ってやっぱりある種のこう聡明さっていうのが必要だね。そういうものを草間さんにあるんだなってことがよくわかる小説で、まあなかなか全部読み通すのは大変でしょうけども、文庫本クリストファー・ダンショックスっていうのは文庫本に入ってるんで、集英社だったかな、これはぜひ読んでください。まあ、確かに暴力的な小説だけども、読んでやっぱり草間さんの持っているポエジーの深さとかね、それからニューヨークって街を捉える観察の正確さとか、そういうした文学作品としても本当に天才的なところがある人だなという、これは小説家中見健二さんや村上龍が審査に入っていて、二人がまあ激賞して賞を取ったんですけどね、村上さんとはちょっとその小説の話をする機会があったんだけど、気の質高いねって言ってましたね彼は。確かに草間さんの絵から見えるその強烈なインパクトってのはまあ共通してるかもしれないけども、また別の側面ね、草間さん自身もだから絵では表現できないもう一つの自分っていうのを日本語でそれは表現するんだと言ってましたけど、そのもう一つの草間さんっていうのは一印刷読んでご覧になればよくわかると思いますね。草間さんね、随分その歌も歌ってるじゃないですか、詩を書いて、うんうん、詩もものすごくそれとつながってますよね。そうですね、やっぱり言語的なものがこう出てくるわけだから、うんうんうん、実際に詩のようなものが挿入されている小説を何冊かあって、うん、詩集自体も出してますけどね、面白いのは日本人を舞台にした小説もあるんですよ、天と地の間っていう。でこれは信州の山奥でお母さんとその娘が乞食をして放浪するっていう非常にこう現象的な土俗的な世界の物語で、これここにもまあ強姦とかね、そういうおぞましい話が出てくるんですけども、なんかそのこのニューヨークと全く違ったまあ、よく泉鏡花で比較されたり、それから
こう民族学みたいなねあのとも関わるんじゃないかと言われている世界ですけども、これも意外なんですよね、うん、あのマーターは体験談だって言えば言えるけども、あのこちらの方は自分の子供の頃のメモリーに基づいてるんですけどね、うんうんうん、やっぱりなんか非常にあの文学作品にも幅が広い、こうキャパシティの幅が広い。草間さんなんかあのやり方は同じなんだけどもバリエーションの幅がすごいんですよね、うん、絵もそうだけど同じこと、まあ、水玉なりあのクッションの詰め物なりをただ繰り返し増殖させてるだけだっていう、それはずっとあの幼少の頃からこれ以上は変わらないんだけども、たった一つの反復っていう原理だけで作ってるんだけども、それがね何か あんだけいろんなバリエーションを、何か例えばその水玉っていうものはね何度使われてもいいわけだけども、その使い方のバリエーションがすごいんですよね。そうですね。でそれがどこから出てくるのかってか、そのこうでなきゃいけないとかって発想ではなくて、これもいいじゃないかっていう形で、例えばバルーンになってみたり家具に貼られたりね、まあいろんなところでこう侵食していく展開していくことができるっていう、だから一つの何て言うかな、新しいボキャブラリーを作ってるところがあるんですよね。そうですね。でどうもあの60年代に出てきたアーティストの何人かっていうのはそういう特徴を持ってるような気がしてね、例えば川郎もそうだし、うん、ダニエル・ビランもそうだし、みんなある種の、ね、ツールを作ったんだよね、うん、言語のようなもので、それはそのいろんな展開ができる、いろんな使い方ができる、でそれで世界を染めてしまうことができるみたいなね、うん、なんかその辺のこう現代美術っていうもののあり方がね、あの時代そういうものだったのかなと。でそれと草間さんってどっかでこうしてる部分もあるような気がするんですよね、うんうんうん、あのただその通りですね。それな非常にある意味では単調なね、シンプルな同じことを繰り返すっていう、そういうそのミニマルな人とコンセプチュアル人、そういう作家が多いですよね。でそれはなんか普通だったらもう一点二点の飽きちゃうかもしれないんだけども、やっぱその方法で世界全体と渡り合うっていうか、なんか、ね、世界全体をくるみ込むっていうか、それはカワローにも言えるしビラにも言えると思うんですよね。だからあのってことはやっぱりそのカワローなりビラなり草間彌生なりあるいは杉本博司なりっていう非常に禁欲的な方法に依拠しているアーティストっていうのは、それを単にその理論的な方法として、捉えてるだけじゃなくて、それその背景にというか、それを通じてというか、なんかこの僕ら生きてるね、この俗世間っていうか現実の世界に対するものすごい旺盛なこう渡り合いをするっていうかね、うん、だからこの人たちをあの話して、草間さんもそうですけども、やっぱりね世俗的なことに関してね、びっくりすると、僕はね聖なる哲学者だと思うじゃないですか、そういう、うん、禁欲的な人とね、でなんかあの話すと無駄話はできないだろう と思うと、ものすごい旺盛な好奇心を持ってるんですよ、うん、社会に対する。それがそのものすごい大きな現実世界に対する、あるいは悪く言えば俗世界に対する悪ことなき関心と、その上積みのように出てくる非常にシンプルな性質な禁欲的な世界とはこう一体化しててね、うん、多分僕らだからその禁欲的な世界を見てて、その背後にある作家のなんとかこう世界観とか、そういうものがなんかどっかからにじみ出てきてるっていうかね、そういうことがあるんじゃないかと思う、うん、あのよくこれ人の話をしちゃいけないと、今度弟子ピン坂で杉本博士の「あの劇場版」シリーズありますよね。真っ白四角があるだけなんですよ、うん、でもそこに2時間がの B 級映画が凝縮されてるっていうのね。でまあ、あんなの、 普通に撮影した後から切り抜きは同じ画面ができるってだろうと思うんだけども、実際に手間暇かけてそれをやれるわけですよ。だからその中で、ね、迫力とかね、草間さんがその単純な網の目をこうやるのにもう踏みにくい何日もやり続けるとか、そういうものがその非常に単調で禁欲っていう画面から、その背景にあるそのアーティストの持ってる生き方っていうかね、まあ、難しい方は思想とかっていうのがこうにじみ出てるんじゃないかなっていう気がしますけどね、うん、まあ僕も知ってるけど、随分雑誌とか新聞とか読み込んでますよね、うん、
そういうものをあんまり読んでないのかと思ったらかなりちゃんと読んでいて、一回僕も行ったらあのベッドサイドに切り抜きが積んであってよく読んでるなっていう感じですよね本当に週刊誌とかそういうゴシップの記事ですよね、うん、本当先生さっきおっしゃったみたいにカーラ・オンさんもすごいそういうゴシップが大好きだったっていう。そう、カーラ・オンも喋り出したら止まらないニューヨークから電話かかってきて4時間ぐらい喋ってるそうですね、電話代どうなってんだろうと思ったことあるけどね。それもなんか難しい哲学の話じゃないんですよね、うん、宇宙の話からね株の話までできる、うん、それがあの作品でね、あの禁欲的な作品になってるってのはすごい不思議な感じですよね。ああそうですよね、そういうコントラストというかダイナミズムっていうのが作品に現れてるのかもしれない、うん、80年代は日本ではそのフジテレビギャラリーで82年から、各年でこう大きな個展、新作の個展を、続けられていて、うん、でも美術館の展覧会っていうのは80年代後半北九州市美術館で、開催されるまではなかったので、やっぱりこうメインストリームでなんか美術館で大々的に個展やる作家としては評価されてなかったっていう理解でいいんですね、うん、80年代は。80年代の前半にね、そのフジテレビがやってたギャラリーなんで、あそこでやった展覧会っていうのはねテレビに結構出たんですよ。あでその時に一回僕が呼ばれて出てると思う、あの草間彌生展のことで。あそうなんですね。ゲストスピーカーみたいなんで呼ばれたと思う。80年代前半その時の担当者はね誰だったのかな、飯田君だったのかな、なんかちょっとね飯田さん白石さん、まあ、太田君が一番若かったと思うんですよ。誰がこう担当であの出たことは。フジテレビはねあの まだそんなに飛び降りる時代なかったし、そんなに絵が高くなかったと思うんですけども、その逸井さんっていうね、うん、あの担当の番頭さんみたいな店員の人がなんか定期的にずっと手中にやって、でも偉いのは必ず薄いけどカタログ作るんですよ、うんうんうん、もう一回テキストを書かせたことありますけども、うん、そういう蓄積がずっとあって、それでいろんな人たちがまあ関心を持つようになったっていう。ただまあちょっと非常に不幸な別れを遂げてフジテレビが離れてしまうんですけども、フジテレビの功績はあんまり言われないけども、うん、僕はあの草間さんがまあ無名ではなかったけどね、まだそんなに今みたいにエスタブリッシュされてない時に堅実に支え、定期的に手中を開くことで支えたというのは、まあ、確か僕の記憶だと1回じゃないですよね、何度かやってるでしょフジテレビギャラリーで。フジテレビは96年まで2年に1回やってるんです、うん、大きめの結構やってますよ、はい、だから日本では一番そのコンスタントにねプロモートしてたギャラリーなんですよね、うん、ベネチア・ビエンナーレにあの出品をお願いするときはフジテレビに協力を依頼したところがあるんですね、あのそれがまあ最後のコーナーと思いますけどね。で93年にベネチア・ビエンナーレ日本館に出展した時もそれほど草間さんの評価っていうのは70年代80年代から変わってなかったって、それとも変わってなかった、変わってなかった。ね、あの89年だけあのスイカでニューヨークの、そうですね、国際現代美術センター、あの僕は見てないんです、カタログしか見てないんですけども、あのニューヨークにあった、その短い期間しかなかったんですが、ある富豪の資産で、小ぶりな美術館みたいなワンフロアがあったんですよ。そこのこけら落としだったと思うんですけども、うん、あのチーフキュレーターだった荒木田サンダーモンローさんが草間展開くんですよ。でこれはね、あのニューヨーク時代のネットペインティングを中心とした展覧会で、それからあのソフトスカルプチャーね、あのペンスがびっしり入ってるニューヨーク時代のものを中心に、その60年前後の彼女の、まあ、今思えば代表作を全部揃えるんですよ。でこれですね、この、ね、カタログを見てこれまた衝撃を受けるんですよね。あの前衝撃を受けた時はやっぱりそのファンタジーとその不穏なインパクトだったけど、こっちはどっちかというとミニマルなね、あのその無機的なネットペインティングのシリーズが中心で、今写真写ってるあのソファーはあのソフトスカルプチャーの第1号で、これは今
モマに入ってるのかな、ちょうどあってな、あのこれはねエピソードがあって、あのその頃草間さんはジャッドと親しかったとか、まあ、一緒にいたんですよね、うん、でジャッドが道で粗大ごみのソファーを拾ってきたんですよ。でそれを置いて、で草間さんはそれを使ってあのそのベース型のクッションを生やしてしまったという、うん、そういうエピソードがある作品ですけども、うん、まあ、これを見てね、あのその変だけどニューヨークの戦後のアバンギャルドのオーソドックスな部分をこう領導した草間彌生っていう、そういうインパクトを僕はカタログから受けたのね、うん、それであのベンチャー・ビエンナーレにここにですって非常に代表的な、今あのフランク・ステラのコレクションからワシントン・ナセガラに入った作品とか、ドランド・ジャッドが持ってるコレクションとかって、それここに出て、それを今思えばなきゃというか、この時はもうみんな貸してくれたんですよ、この椅子もね、うん、今多分門外不出みたいになってると思います、あの非常に痛みやすいんで。で代表作がここに出たうちの代表作が全部揃えられて、で、まあ、ある意味ではモダニズム・アゲンバルド・オーソドックスみたいなね、そのニューヨーク派の核にある草間みたいなことで中央新聞をまとめて、それにちょっと新しいネオポップみたいなものをちょっと足すような手中やったんですけども、このね、あの、まあ、中野さんにね草間やりって言ったのはすごい賛成だったんで、このハラミス館のこれはコレクションで、これをもう持ってったんですけど、ここはもう新しい草間ね。これビジネスの時で、ね、あのそのコンセプト話すとみんな反対するんですよ、うん、草間はやっぱりねポップでキッチュでそのポソモなんで、そこで全開してる草間のインパクトがすごいんだから、それを日本館使って爆発させればダメだよっていうようなアドバイスを受けたんで、ちょっとこう地味臭いねとかさ、なんかあのでも僕はなんかとにかくもう草間がニューヨークスクールの中核にいたんだっていう時代の展開で用意したんだってね、そういうふうなことがあるんで、それは固執したんそこに。でまあ結果的にはそのことはあの日本の何人かからちょっとなんかあのもちろんこれ新しい作品とかそういうのを出したんですよ、あこれは新しくないけどね、こうしたちょっとポップキッチ的なものも出したの、でもまあ中心はその、ね、あのさっき言ったあのネットペインティングだったんで、でそしたらそれはまああのそれなりにこう反響があったっていうか、あの残念ながらね、ニューヨークでアレクサンダー・モーノさんがやった展覧会っていうのはちっちゃかったんで、あまりすごく今カタログ見ても本当にいい展覧会なんだけども、カタログテキストも素晴らしいしね、でもまあ話題にならなかったんですよ残念ながら、うん、それほどあれ確か美術館がそんなに知られてないところだったんじゃないでしょうかね、うん、それもあった、うん、ところがベンチャーはさすがにそのそういう意味ではアレクサンダー・モーノさんのおかげもあるって僕はそう、うんうん、個人的にそれをもう一回再現したいって気持ちもあったからね、うん、でそれがあのベースでさすがにこういろんな人が見てくれて、それで作品がポンプセンターに入ったり、まで入ったりそれになってるうちに、あのラクマからねカウンティーミュージアムから連絡があって、開講展やりたいんだけどって言って、あじゃあ全部で協力しますよって、そしたらあのしばらくしたらモーマに巡回することがあったっていうんで、モーマのあのだから海外ではそのぐらいから相当評価がね変わってきた感じするんですよ、でね、日本国内僕はなんか80年代後半にねすでにその変わってきたような気がするんですよね、ちょっとそのさっきの BT っていうか、まあ、あの頃美術成長って言ってた、はいはい、その超少女なんかに出たりして、うん、やっぱりシリアスなアーティストだっていうことに変化していったような気がするんですけどね、うん、そうかもね、うん、だちょっと海外よりも先に日本はそういう方向にこう流れていって、うんうんうん、それはフジテレビギャラリーも貢献してると思うし、うんうんうん、出版物も貢献してる、でそれがあってやっぱりそのベンチに出すっていうこともね可能になってったんじゃないかなっていう気もするけど、でもベニスに出すときは相当反対の声も、僕その草間さんに出会ったときに、で僕その興奮したわけじゃないですか西山の見てね、で崖なときにさ草間すごいって会う人のために言うわけですよ、そうみんな僕が近寄っていくと
あ、偉い、草間偉い、草間偉いってみんな逃げていくわけ。僕もバカだから追っかけるけどね。で、なんか、ちょっと、ひんしゅく多かったっていうか、なんか、草間クレイジーみたいなさ。でも、その時に、悔しい思いするわけね。あ、草間面白いけどさ、ってまあ、インターレスティングじゃなくてグレートじゃないよね、みたいな。そんな感じなんですよ。うんうんうん、いや、インターレスティングわかるよ、みたいなさ。で、これ、こっちはグレートだって言いたいわけね。で、悔しいんで、とにかく2つ目標に立って、ベネチア・ビエンナーレの日本館代表にする、門まで書くことに開くってね。だから僕はそれあの20代の学園でそのこと思いついたんだけども、モマももうベネチア・ビエンナーレ行ったことないですもちろんね、あのそれなんか上ごとのように思ってたんだけども、まああのちょっとラッキーなあのことがあって両方とも実現して、まああのもちろんそのエキセントリックでインタラスティングの草間って大事なんですよ、僕それはそこを評価しろっていう人のことは僕は反対じゃないんですよ。安西さんなんかそこに注目し、安西茂雄さんなんかね、そこでガンガン行けよみたいな。それも僕はあのそれは一つの草間さんの凄さだと思うんですけども、あのそのやっぱりグレートな草間さん、そうっていうのもその非常に重要だと思って、うん、まあ僕はどっちかというとそこを強調しようとその頃思ってましたね。うんうん、実際89年にニューヨークで回顧展された当時はニューヨークのモマのキュレーターでも草間さんの名前を知らない人がほとんどだったってぐらい無名だった状況で、忘れ去られてたのかな、もう忘れ一回忘れ去られてたんだと思います。でも、ね、面白かったのはモマで回顧展やったじゃないですか、はい、そうね、草間カムバックっていうね、ニューヨークの人はなんか今でも違うと思いますけども、ニューヨークの作家だと思ってるのね。うん、まあ、ニューヨークが世界に出したのが最初に出したってことだから、あ、ニューヨーク、草間いたんだ、ニューヨークにみたいなさ、そんな風に受け取られたって感じ。だから草間さんがモマと関わった時の最初っていうのは、結局押しかけてってやったわけですよね、ストリーキングみたいなの。で、モマが呼んだわけじゃなかった。乱入したんですよ。でしょ？乱入してね。だけど、なんかそれがきっかけになってて、モマでやった作家みたいに徐々になっていったんじゃないかなっていう気がします。あれおかしいのね。あの新刊の時にできた時に、あの僕らがで乱入事件ね、全裸でみんな単純なもうこう記録が残ったらしいんだよ。写したのそれを、うん、ね。であと警備員が来て追い出したんですよみんな。でもさ、それをまあ自慢たらしくさ、お前ら。これ自慢するなら追い出すなよ。モマの歴史に入っちゃったし、はい、それでこれ自慢するなら追い出すなよみたいな感じなんだけどさ、でもその追い出したことまで含めてモマにとっては非常に歴史的な事件なんですよね、うんうん、だからそのモマでこういうことが起きたっていうのは一つ の新刊のオープニング手中で、それあのベンジ・ベンナーレもそうじゃないですか。一番最初に行った時は銀色のあのあれをボールをね、バーッてやったのもあれ頼まれてないんですよね。現実的みたいな、ね、自分で持ち込んでってやったんでしょう。あの無許可でやったって言われたけど、一応許可は取ってるんですって、うん、でも出品作品の正規な招待作家でも何でもなくて、あのフォンタナがね、なんかその資金を出したんですよ。でフォンタナの地下のアトリエでいろんな作品を作ったりしていて、でそのフォンタナの資金であれをミラーボールを出したらいいから、多分もうフォンタナが行ったもんだよね、うん、まあ、あのイタリアのねベネチビアンだったら神みたいなアーティストだから、まあ、だから一応あの許可は取ったんで、あのゲリラ的に強引やって追い出されたとかそういう話ではないらしい、うん、ただあのそれをなんかね会場で1個2ドルで売り始めたら、あのそれベネチビアンの時は激怒してやめさせられたって話を草間さん言ってましたけどね、うん、まあ、それは売っちゃダメですよね。で、こうして世界的な評価が80年代後半から90年代にかけてこう高まっていく中で、もう一つ大きな変化として作品がどんどん大型のものになっていって、であのパブリックアートであったりとかインスタレーションとかも割とこう開放的に、で草間さん60年代から彫刻作品、立体作品、立体作品とかインスタレーション作品、没入型の作品は結構作ってるんですけど、多分当時はまだこう密室というか閉鎖的な空間だったと思うんですね、あの立体作品にしろ、うん、でもそれが90年代になっていくとこうどんどん開放的な方向に向かっていくっ
ていう変化があると思うんです。で南條さん1994年に、うん、アウト・オブ・バウンズで、草間さんのあれは初のパブリックアートの作品って言っていいんですか、ね、初になるんですかね。なんか辿ると、うん、多分あれが一番古いものだったんですけど、自然の中に置いてしまうっていうのをやったわけですけども、うん、今でもあの防波堤の突堤の上に黄色いかぼちゃがありますよね、はい、で、まあ、場所に関して言うと実はね僕はっきり記憶がないんですよ。あそこにしたっていうね議論があんまりなかったんだけど、この前あの福武さんが自分があそこを考えたんだって言ってるらしいからそうすると福武さんなのかもしれないけど、まあ、草間さん出そうって話があって、でその時にあの高さ2メーターあるんですけど、あの黄色いかぼちゃを出したと。で確かにその当時やっぱりその外に置くっていうのはあんまりなかったような気がするんですよね、うん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 、草間の作品で。やっぱり草間さんの作品ってこう内面に向かう力がすごいじゃないですか、うん、増殖するとしても内面からこう出てくる。ただもうパブリックアートにするともう本当にその空間全体に広がるっていう全く異なる作品の方向性なのかなって思ってるんですけど、あれはだから南條さんのそういう側面を引き出したのは功績かもしれないけども、うんうん、あのそういえば今思い出すけど南條さんと一緒に選考委員やった霧島のアートの森で ね、うん、ね入り口に巨大な花の FRP のオブジェを置いたりしたことありますけども、うんうん、あのまあ、僕はさっき言ったようにその美術館ベースの展覧会をやったんで、まあ、そのもう一つ その公共彫刻野外大自然の中都会のシンボルみたいな感じの草間さんの可能性をうまくこう引き出したのは南條さんの功績が大きいかなっていう気がします、ね、今おっしゃった霧島アートの森がね2000年に完成してるんですよ、うんうん、でさっきの直島が94年、うん、でその間に僕が台北ビエナーレに出してる、ね、台北ではバルーン使ってるんですよ。バルーンであの巨大な空間のインスタレーションって、うん、これも多分あの南條さんがその仕掛けたって言うと失礼ですけども、うん、そういうことがないと、うん、あの草間さん自身がねそのそこで取り組まなかったかもしれないですね、うん、台北市の美術館のね建物の真ん中に四角い空洞の高さ 3階3層分ぐらいの外の空間中庭があるんですよね。相当大きいで、そこを何とかして作品で埋めたいっていう話があって、それで僕はその草間さんにそこをやってもらおうっていうふうに思って、それでバルーンの案がね出たんですよね。でそれもね誰が思いついたのかっていうのはスタッフだったのかもしれない。だけどもあの高いや、ね、草間さんって自分かもしれないです。自分だっつって、あのね草間さんって瞬間的にひらめくんですよ、うん、それがあのねひらめいたものアイデア倒れにならないの決まるんですよね、うん、そういうやってみると思い出すのはね、こういろんな実験してこうマケットを作ってな試行錯誤してこれよっていうんじゃなくて、パッと言ったらボルーンとかね、うん、その乗る能力がすごいんで草間さんは、うん、いろんな案があった時にそれいいわねって言ってパッとやるっていう、ね、それが必ず決まるんですよ、うん、あおーってすごいじゃないっていう、それもちょっとあのだからこう試行に試行を重ねてデッサンを重ねてマーケットを作って本質に至り作ってのは秀才にすることでさ、うん、天才っていうのはなんかさポーンっていっちゃうのいけないなんか。だからそのあの時僕に持ってきたのは高倉さんだったんだけど、うん、それをこうやって長さ7メーターのバルーンを7本空中に浮かせたわけですよ。うん、だからパブリック、まあ、美術館の中だから本当にパブリックとも言えないけれども、ほとんどその野外のパブリックスペースみたいなところで、あの7本のピンクのバルーンがね、こう浮かんでる状態になった。でこれと似たのをシドニーでも一回やってるんですけどね、その後。でそれも非常にあの時ユニークな新しいタイプのあれ でその後ね静岡 の, あのグランシップっていうところで、やっぱりこれ90年代なんですけども、あのバルーンばっかり集めてる中で僕がやったんだけど、草間さんのが大きかったんだよね。白い雲が床の上にブワーッと並んでて、高さが高いんで
子供たちはもうどこにいるか分かんなくなって迷路になってるわけね。迷路みたいになってる。それがこう床相当大きな60メーターの平面の上にブワーッと乗るっていうのをやって、それもだから一種のパブリックアート的なバルーン系の作品だったんですよね。で、あの90年代の半ばぐらいにこうそういうものがガーッと出てきた感じがする。なんか今振り返るとすごく時代を読んでたっていうぐらい時代に合ってるじゃないですか。こうアートがもっと公共のものに開かれていった時代 でこれまで専門家に向けた情報をこう系譜学的な情報を提供してた美術館がどん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 個人の経験っていうのを大事にして、没入型のインスタレーションとか増えていく中で、草間さんって本当にそれになんかその波に乗っているなっていう気もするんですけど、そのあたりはこう草間さん個人がさっき天才的なひらめきって言ってたんですけど、その出展作品を依頼交渉する過程で何かこの人は本当に時代を読んでるなであったりとか、なんか発想が面白い今に合ってるなっていう時は、時代を読んでるっていうか、それ時代に合わせてとか今ならこれ受けるだろうっていうのはことはないと思いますね、草間さんはね。やっぱり自分しかいないから、うんうん、ある意味はすごいエゴイストでもって、うん、今の時代ならこれはいけるよっていうようなことではなくと思うんですけども、ただね、そのなんていうの、これはスタジオの人を聞くとみんな驚いてるんだけども、発想湧きますよね。というのはミラールームね、あれ結構反射とか難しいじゃないですか。普通だったらいろいろ立て込んでみて、この七段作っていろいろ吊るしてみたりしてさ、それで見るのにアイデアパッて言うんだって、なんかこれ吊るしておいてとか、なんかこれ八角形にしてとか四角形にしてとか、そういうパッパッて言って、それを、まあ、もちろん草間さん設計面かけるわけないから、それを発注して出来上がってくると完璧にできてるわけですよ、うん、だからなんかそのアイデア倒れに立ったものもひょっとしたらあるのかもしれないけど、ほとんどアイデア倒れになってやってみたらもういかなかったってことがないんですって。すごいなってみんな言ったの。それで僕が個人的に経験したのは、横浜テレビの1回目の時にね、あそこ運河があるんで、で草間さんに頼みに行ってさ、運河もう使えますよって言ったんですよ。横浜市は使ってもいいって言ってるから。草間さんなんかこうやってさ、こうやって、タカちゃん、中国にミラーボール2000個注文してって言ったのよ。それと僕にあの聞かないでね。500万とか1000万とか、サインしてとか言ってさ、草間さん、待ってください、これ、こっちはね、何でもそうだけど、生まれて初めての国際ってね、阻止するんで、ね、命を懸けてるわけですよ。やっぱり3日ぐらい徹夜してほしいわけね。草間さんにいい場所を提供するから、でも、はい、決まり、配置部の説明を対応しまいってさ、なんだこの真面目に考えろこっちは必要なんだとかね、実際会場に来てさ、でそれを2000個のミラーボールが中国からついて、それをこう上が落とすのね。で草間さんがポンポンと落としたら、そしたらまあ、いろんなテレビ局もいっぱい来たんですよ、まあ、草間さんはもうすでに有名だったから。で観客もわっといてさ、で夕方だったのかな、でこうポチャーンってこう、まあ、他の人も手伝って2000個がだんだん広がっていくから水面に、と金属なんでカシャカシャカシャってすごい綺麗な音がするのね。で夕日がスーッと流れるとさ、その雲が流れると雲がスーッと2000個の棒のこう垂れてるわけですよ。で夕日がそれに光ってさ、とみんな泣いてんの、美しくて、うん、ああ綺麗ってさ、やっぱだから僕だけさ、天才ってすごいんだと思って。タカちゃん2000個中国に頼んでいてと、もう全部もうなんかあそこが結果見通したとかしないけども、結果的にあんなもんできちゃうわけですよ、素晴らしいのがね、うん、だからなんか試行錯誤はない、うんうん、で多分失敗もひょっとしたらあるのかもしれないけども、試行錯誤はなくて一挙にこう本質がものがいっちゃうっていうね。なんかこう出来上がったところが見えてんじゃないかね、もう事前思いついた時に、ね、こんな感じっていうのはもう浮かぶんじゃないかね、うん、だけどさっきその時代を読んでるわけじゃないということだったんだけど、結果的にやっぱりなんかこう人と一緒にこう共感するみたいな、多くの人がそこに来てこうシェアするみたいな感覚とか、あるいはその中に入っていくような感覚とか、
そういう方向に行き始めたじゃないですか。でそういうものが時代ですっていうことはどこにも書いてなかったけど、やっぱりどっかの奥底でそのアートの在り方がね、そういうものであってもいいんじゃないかってことを開いてたんじゃないかなっていう気はするんだよね。あ、時代、そう言われてみれば確かにね、うん、非常に時代の本質を先取り的に掴むっていう、これ考えようなんだからさ、例えば草間さんがニューヨークでネットペインティングが始まるときに、その草間さんはその時アクションペインティングね、こう常年的なこうストローク走り渡すものに対してすごい嫌悪感があって、うん、でその浄土反復 のミニマルな方法、ミニマルって言葉使ってないけどね、 それで要するに何にもこうただ反復するだけのネットペインでニューヨークのアートシーンを席巻しようと思ったっていうの、でもそれは抽象原子に対する反発だと思うんですよ。抽象原子の中 のどちらかといえばデクニングみたいなね、それを視野、ものすごい流行者、それをこう自分が視野に仕返すためのっていう、でも考えたらそれはなんかその抽象原主義から、アクションペインティング系の抽象原主義からミニマルへ、あるいはポップアートへのね、クールなアートへの転換点で、それをなんかまあほぼ同時代的にとか先導的にって言ってるけど、こう両道したっていうね、それはなんかそれは結局その必要な時に必要なことをしたっていうかさ、それが時代を先駆的に領導することになったっていう、そういうふうに考えると、そのさっき言った環境的な表現とか、その野外の表現とか、それによるコミュニケーションの場所がそこに出来上がるとか、ね、なんかね、僕がちょっと感じてるのは、その草間って最初認められてないじゃないですか、長いこと。でそれが徐々に変わっていくわけですよ、うん、つまり評価が変わっていった、なんかその今の話とつながると思うんだけども、逆に時代がね、社会が、周りが後から追いついていってくじゃないかと思うんだけど、そうするとその今までなんだこれはって言ってたものに解釈が可能になると、うん、あ、こういうふうに解釈すればこれは意味があるなっていうふうに解釈が出てくると、うん、そのようにして常にその周りが、半分は周りの意味を生み出し続けて後追いしてきたんじゃないかと、まあちょっとすごく客観的な言い方なんだけど、デュシャンなんかともつながるところがあるんじゃないかと、うんうんうん、デュシャンだって謎めいてるわけですよ、なんだこの人は何やってるのかわからない、でも結果的に解釈が後からついてくる、でも無数のディスコースがその上に重なっていくわけですよね、うんうん、なんか草間っていうのもその直感的に作るんだけども、それが後からそういういろんな解釈をこう引き出していく、うんうん、それで時代が後からついていくみたいな、そこにはね、うん、だから後からいろいろこう、僕なんかもそうだけども、理論作りじゃないですか、この反復はミニマルのね、橋渡しになったみたいなね、それ後から草間さんのこと考えてるわけじゃないです、うん、でも後からそういうふうに解釈して、それが成り立ってしまうとかね、僕は違うけど、フェミニズム系の解釈っていうのがあって、アレクサンダー・モンローさんがね、うん、その89年にやった展覧会のカタログにも紹介してますけども、まあ、いろんな人が言及していて、僕もそれ全部読んだわけでもないし、 あまり僕はフェミニズムの専門的な知識がないんで、表面的なことで言いますけれども、よくそこで取り上げられるのはこのラダーピースなんですね。これ正式のタイトルは何だったっけ、トラベリングライフです。トラベリングライフ、これはしごの作品がいくつかあるんですけども、でこれ典型的なフェミニズム的な解釈ね、モンローさん的な解釈で言うと、これは社会のシステムを表していると、このはしごは
でその上昇ステップを上昇していく、その全ては男性芸で埋め尽くされていると、でそこにね、女性はフェリストは果敢な戦いを挑ん でそれがこのところどころに見えるハイヒールだったのね。でハイヒールは先が尖ってるから、そこを支配しているペニスの群れを貫き、蹴散らかし、踏みつけ、でそこをステップを上昇していくっていうね、そういう女性の果敢な戦いと勝利のモニュメントみたいなふうに解釈するわけですよ。でもよく見るとね、大体そのハイヒールは踏み外してたりね、横倒しになったりね、なんか威勢よく踏み潰してガンガン登っていくぜみたいな感じには僕は見えないのね、なんかね。確かにそうです。むしろこう阻害され排除されっていう、そういう解釈になったら隙間に立ってるみたいな、そのところ押し込められっていうふうにも見えるんで、まあちょっとそういう直線的な解釈ができないなと思うんですよ。でもまあ何かの形でそのハイヒールとペニスですから、男性のシンボルと女性のシンボルのという意識が草野さんにあったと思うんだけども、フェミニズムの勝利のモニュメントというふうには僕には思えないですね。それ、うんうん、からもう一つよく使われるのはさっきナージョさんの言ったペニスをびっしり生やしたボートの上にね、草野さんが全裸で水玉を覆って厳然と微笑んでそれに寝そべってるってね。でこれをまあ支配したものを支配し返すっていうね、そういうフェリーズの勝利のモニュメントだっていうふうにまあ言えて、まあ確かにそういう解釈はあり得るとは思うんですけども、草間さん自身はその一回ね、まあ、深く理解した上でとかいろんな言説を調べた上でっていうわけじゃないけども、フェミニズムは私の敵よって言って。たことがあったのね。そうするとアレキサンドラはそういう話してないのかな、草間さんと。草間さんの口からフェミニズム言説を引き出したってことはないと思うけども、うん、アレキサンドラ・モノさんの多分まあ独断でもないんで、いろんな人がそういう解釈してて、十分成り立ちますからね、草間さんっていろんな解釈が成り立つじゃないか、同時に それはだから優れた作品っていうのはいろんな角度から解釈が成り立って、でしかもなおかつそれだけで満たされない謎が残ってるみたいな、うん、まあ、歴史上のね偉大な作品だと思うんだけども、まあだから僕は何の解釈間違ってたと思わないんだけども、その教科書的なそのサンプルみたいな位置づけっていうのはもうちょっと行き過ぎだなと、うん、そのアウトサイダーアート的なね視点っていうのもあるんじゃないですか。それはある人たちから見るとそれは出てくると思うんですよ。っていうのはそのやっぱり彼女が、まあ、精神病院に住んでるみたいなことも から始まって、まあ、いろんなそのオブセッションとかね、それから見えているものが、例えばネットに関して言えば、まあ、見えた、点も見えたと言ってるわけだから、それはやっぱり普通の人じゃないという視点でのアウトサイダーアート的な視点というのがあって、うんうん、で確かにそっちの方にくっつけて寄せてみるとそのように見えるという側面もありますよね、うんうん、だからその非常に視点によってこう違って解釈できるような、うん、極めて抽象的でシンボリックな存在としてアートが成り立ってるんじゃないかと、うんうんうん、そうですね。なんか草間さんのニューヨーク時代の作品が一旦忘れ去られて、要はこう歴史に刻まれなかった理由として、マイケリーが面白い評論を書いていて、草間さんの作品はあくまでもアーリュブルット、アウトサイダーアートだから、で個人の救済のために地位のためにやってるから、純粋な現代美術にはなり得なかったっていうふうに書いてるんですよね。で例えばサイケデリックアートってヒッピーの時代にあったあれが美術の本流では語られないのと同じ理由だっていうふうに書いてあったんですけど、でもそれも80年代後半から90年代にかけてそういうものではないっていうふうに再評価されるじゃないですか。だから草間さんの作品のこの多面的ないろんな側面から接近されるなんか強度っていうのがなんか
フェミニズムとしても語られるし、そうでないものとしても語られる、なんかその理由になってるのかなっていうふうに思います。あのさ、ヤンフートってもう亡くなってしまいましたけども、ゲントの自らの館長で、ね、あの僕らぐらいの世代は非常に敬愛しているあのドキュメントなんかもディレクションした人なんですけど、その人の方がね、あのオープンマインドって言ってなんかやって、でそのあの精神病患者のアウトサイドじゃないと、ゲントが持っているそのオーソドックスないとこうシャッフルして並べて、ね、で入り口に全ての優れた芸術は人々を不安に陥れる力を持っているって書いて、結構それは面白いってなったんですよ。カタログもすごいいいカタログですけども、でヤンフードが来た時にね、 BT かなんかに頼まれて対談やってくれって言われてさ、でその話したらヤンフードのお父さんは精神科医だったなんて、ベルギーの。それで、でそのお父さんが精神病患者を各家庭に差し戻すっていう運動を戦後始めるんですよ。でヤンフードは子供だったんで、そのね、専門の精神科医が治せない人たちをその家に差し戻してあげるともっと悪くなっちゃうんじゃないのって言ったら、お父さんはなんかこれはあの精神病患者のためにやってるんじゃないんだって、その精神病患者とアウトサイダーと社会が一緒に暮らしている社会が健康的な社会なんで、それを精神病に隔離してしまうことをが、まあ、病的な社会だと、だから社会を健全するためにその運動を起こしてるんだよって言ったっていうね。でそれはまあ今ではもう一般的になっている方法らしいんですけど、僕よく知らないんだけど、それでそれをもとにオープンヤフーとシャンブルダミーってなんかやるんですよ。アシトたちを、しかもまあその結構普通の家の中のね、それぞれの一室に作品をこう入れさせてるでしょ。50ぐらいの家庭を募って、そこにいろんな、まあ、彼が自由だと思う人たちをガレージとか今とか中庭とかで転移させるってね、で地図を見ながら見てなくて、まあ、今ではそういう方を行われてる、まあ、それは最初にやったのね。でそれはなんか隔離された後を家庭に差し戻すっていうことだと思うんだけども、それで僕はさ、そのじゃアートと狂気は一緒なのかと、狂人を差し戻す、アートを差し戻すってね、でメタファーとなって重なってることは、ね、違うっていうのよ、なるほど、意外なことに全く違うっていうの、うん、でどこが違うかってったらね、アール・ブリュットは確かに素晴らしい、子供の絵とか精神病患者の絵って本当に素晴らしいけども、1000年前も今も変わらないってわけ。3歳の子供は天才だけども、1000年前の子供も今の子供も2歳児や3歳児は同じように等速類みたいな書くってね、だから時代と渡り合ってないって、時代に属してないって。で精神病患者の絵もそうだと、そういうあるいはあの知的障害者の絵も本当面白いけども、その時代の影響を受けることがないって、これが実はこれはすごい別の人に聞いたらものすごく反論されて、精神病患者の絵と時代の影響を微妙に受けてるのは無視してるって言ったけど、まあでもその時は僕はあなるほどなと思ったのね。で、ね、その時に草間さんとゴッホを彼が挙げて、天才はね、そのゴッホも会う狂気があったんですよ、なんとかしようっていう、で草間さんもなんとかしよう、精神病患者でも天才でもある、で天才が現れるべき場所と時間を知ってるんですよ。でその弁証法の歴史の展開の中で決定的なのが現れて、その役割を果たすっていうの。だからゴッホは、まあ、例えばその、印象から天領派へという黒人障害のね、その特に決定的なのが現れて時代の大きな転換点を出したし、草間さんはその表現主義からミニマリズムの中で非常に大きな転換点を出していて、そこに現れた、そこで大きな役割を果たしたんで、時代性を持ってるっていうわけで、まあ、なるほどなと思ったのよ、うん、だからそのアウトサイダーっていう面があるのは確かだと思うんですけども、でしかもアウトサイダーの絵というのはその本当に素晴らしいものがあるのを認めるけども、草間さんはそのアウトサイダーとしての天才だけで語ってしまうと、その
そこの部分の業者さっき言ったその非常に戦後美術館の大きな役割をシンボリックに果たした、あるいは多くの人に影響を与えたとか、あるいはその同時代がちょっと遅れて同時代に草野さんの理解をし始めたとかっていう、そういう僕はオフサイドの目がないとは言わないけど、ね、それだけで語る、アウトサイダーの天才としてで語るっていうのはちょっと違うかなって気がします。あの精神科医の斉藤玉木さんがあの草間さんについて書かれてたので、アウトサイダーアール・ブリュットの作品と草間さんの作品の一番大きな違いは変化してし続けてるっていうところだっていうふうにおっしゃってたんですよ。でアール・ブリュット の作品は素晴らしいけど、多分3歳の時から始められたのを割とずっとそのまま生涯やり続ける。でも草間さんは違う、時代だったりとか空気とかに合わせてどん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 変化し続けていて、それを予測できないぐらいその変化の変容の幅も大きい、でそれが決定的な違いじゃないかっていうふうに、まあ、それはそのことにつながるかもね、言ってました。まあ僕はそんなに詳しくないので、アウトサイダーとか変化しないものなのかどうかっていうことはまた分からない。うんうんうん、でもその南條さんがその巨大なインスタレーションをね、その草間さんに、まあ、ある意味で仕掛けて、それが草間さんある意味を開花させたっていうのは、まあ、広い意味ではそういうことかもしれないですよ。あの草間さん自体がそういう変化に新しい状況に対応していく、うん、それがすごくそのパブリックな場所に入っていくっていうかね、出ていくっていうのか、それのそういう感覚がこの90年代から2000年以降あったような感じがするね。あのシンガポールビエンナーレでもあのオーチャードロードの並木を200メートルあの、まあ、水玉で巻いてるわけですよ。ものすごいその有名な通りの両側の並木がブワーッと赤白の水玉になったんだけど、すごくそのパブリックな空間にこう進出していく感じがあったね。ああいうのは家の中で作ってるもう随分感覚が違う。僕は最初に出会った草間さん、密室の中で不穏なファンタジーを醸している、うん、それも天才ですけどね。最もそういうところ遠いじゃないですか、並木道に水玉を置いて壮大なインスタレーションを、うん、都市に挿入するなんていうことから最も遠いですよね。だからあのいろんな草間さんの作品自体に対する解釈も多様になるし、うん、草間さん自身も、うん、そのまあ原理はね、繰り返しっていう原理は変わってないんだけども、その原理がその密室のドローイングになれば都会のど真ん中での壮大なインスタレーションにも展開していくっていうさ、うん、もう一つね、あの、まあ、森美術館だからメンションしておきたいのは、2004年に草マトリックスって展覧会やってるんですよ。でそれはね、あの段階でまだ52階がのギャラリーが美術館の空間だったんですけど、52階のギャラリーとそれから外の展望台の間の境目を取ってしまってで展覧会やった。それがね、ものすごくそのやっぱ空間的な仕事なんですよ。あのまあ、実際には僕と近藤君でね話しに行って、その空間全体が作品になるような、観客が入っていけるような展覧会できませんかねって話を仕掛けたことは仕掛けたんですけど、まさにそういう状態で、一番最後の部屋っていうのは部屋中が白と赤の水玉で、そこにまた鏡が貼ってあって、そしてバルーンが浮かんでたんですよ。でそこにその東京の外の景色が鏡に映るということで、その展望台から見た東京の景色とね、草間さんの空間というものは完全にこうフューズしてたわけで、あの展覧会はやっぱり非常にこう特殊なね、まあ、森美術館だからできた展覧会だと思うし、まあ、エポックメイキングだったと僕は思ってるんですよね、あの展覧会でね、多分多くの人は気がついてないと、南條さんも気がついてないもう一つの僕の記憶があって、その仮設兵器にね、草間さんが顔のシルエットをずっと描いたんですよ。その即興でそこのまま描いたんですよ。誰かここ描けますよとか言ったのもね、描いたんですよ。ずっと顔のこのシルエットと同じ方向を向いてこうってこうってね、手書きでフェルトペンで描いた。でそこに多分ね、27から1から26かな、
から番号出てない、多分それニューヨークに行くまでの自分の顔だと思うんじゃないかと、何もわからないんだけど、それは多分そこで落書き来たんですよ、草野さん、大きな壁画があったんで、で破いちゃったのね、多分ね、今どうなったかわからない。いや、あれ残そうって話があったんで、うん、今ちょっと確認しないとあれだけど、そうね、それが草野さんがそこから激化するんですよ、うん、あの、で、あれを、あの功績が大きいところの草野さんはそれを、うん、面白いなと思ったんですよ。その後、あの、愛はとこしえって50点のモノクロームのフレットのシリーズが生まれて、それからあとそれ延長上に、なんか我が永遠の魂、我が永遠の魂、うん、700点になってるっていう、そのきっかけはあそこがスタートだと思う、うん、あそこでなんかね、こう、ね、具象でしょ、うん、で、それも具象って少ないじゃないですか、草野さん、初期はあるけど、あそこで具象、自分の顔を具象で描いて、うん、でそれが、今その700点に至る、それ以降のね、草野さんの、まあ、ある意味黄金期、うん、もう一つの黄金期、タブロー対策タブローの黄金期に行くきっかけになったっていうのは、僕はあれだと思ってる、うんうん、そうかもしれないね、うん、あれ美術館がオープンした時2つ目の展覧会だったんですよね。だからやっぱりその美術館オープンしてインパクトがあって、普通の人がみんな面白がって、そしてこの場所の特性が生きる、そういう展覧会をどう作るかっていう時に草間さんっていうことになったんですよ、うん、ちょっと時間もあれなので最後に、これまでの話の中でも何回もあったんですけど、草間さんはやっぱりこう世界の、 あの現代美術界の中で唯一無二の存在にしている何かこう神髄っていうのは、その何だと思いますかっていうのをお二人に聞きたくて。草間さんってのは、あの、なんていうの、ナルシストだしね、そのエボイストでもあると思うし、多分自分のことしか関心がなくて、そのさっき美術史が大きな役割を果たしたと言ったから美術史とかほとんど興味なくて、でそういう一時褒められるのは好きだけど、その批評的に例に分析されたりとか全然興味持ってないと思う。だけども、そういう意味では独善的な人なんだけども、すごい愛情豊かな人っていうかさ、あのやっぱりなんか世界を愛で救うっていうちょっとロマンチックな言い方があるけども、それ本当に真剣だと思うよ。あの彼女は非常にオーセッションに傷ついて今でも苦しんでると思うんですけども、今でも自殺願望があると思うのね。あのでもそこから解放、自分を救済されたいっていう気持ちが、なんかその自分の愛によって世界を救済しなくちゃいけないっていう気持ちと、本当に僕はそれ嘘じゃないと思う、ピタッと思って、そんな日常的に優しい人じゃないですよ、すごく別に冷たい人なんかもだけど、その愛情の細やかな愛情を持って人に接するとかいいんじゃないけども、ちょっと独善的なのか、でも自分の愛によって世界を救済しようっていう、自分も救済されたいけどね、世界も同時に救済しようというのはすごく、本当に真剣で、そこ僕はすごい、そこを敬愛するところ、それは偉大なところがあるなと。で、今回もその画廊のホームページに載ってるんだけども、コロナ禍の中で、この悪魔と戦う、はい、私は戦い抜いて勝ち抜くってね、で、みんな一緒に戦おうではないかっていう、すごい、まあ、青臭いって青臭いね、あのメッセージが載ってるんですけども、それ多分ものすごい真剣なんですよ。そういうなんか、もちろん作品が素晴らしいっていうことがもう大事ですけども、草間さんの持ってる、その、信念みたいなものっていうのは、ちょっと、やっぱり、非常に大きな愛を、まあ、愛に飢えている人だからかもしれないけども、があるんだなと思って、それはなんか、印象的な優しさとかあんまり感じないけども、うん、そういう大きな愛情って揺るがないなって思いますね。どうして最初そんなにみんながね、認めてなかったものが認められていって、今やその世界の一流美術館全部で個展やったような状態でしょ？そうですね。ね、パリ、ロンドン、ニューヨークの一流美術館みんな個展をやった。そして今度は香港もやると。なぜそのように人々が説得されていったのかと。その
これは重要である、これはいいんだっていうふうになって転換したのかって、それはすごく僕は不思議なんだけどね、うん、だけどそのさっき言ってたようにその時代が追いついてくるような解釈がこう後からついてくるようなところがあって、でそれっていうのはひょっとするとその古典クラシックっていう意味の古典の作品と同じ構造を持ってるんじゃないかと、うん、つまり古典的な作品っていうのはね、時代が変わっても常によく見えるわけだよね、うん、でそのまあこういうと語弊もあるけど、多くのその逆に時代感覚だけで作られているものは時代が過ぎると意味がわからなくなったりいいと思えなくなっていくっていう劣化を起こす。しかしある少数の作品だけはそれを生き延びてね、常に魅力的なものに見えるっていう要素を持っている。なんかそういう要素を抱えてるんじゃないかと実は。そう思いますね。うん、でその根底に降りていくと、そのもう計算を抜きにした狂気とか直感とか、うん、あるいは才能で、それに苦しんでる、多分彼女はね、それ持っちゃってるから苦しいんですよ、それ使わないと、でも使うことも苦しいみたいな状態にあるんじゃないかと。だけどそれがそのやっぱり古典としてその普遍性を持っていく、そのプロセスを我々は見てきたんじゃないかっていう感じをちょっと持つんだよね。でじゃあ何がその強靭さを支えてるかっていうと、その今言ったようなね、生き様の中にある愛みたいなものがあるかもしれないけど、もう一つはそのビジュアルな強靭さがあるんでね、視覚的にものすごく強い、その両方がやっぱりその時代を突き抜けてるんじゃないかっていうような感じを持ってる。あの竹谷も前から不思議だと思ったのは、草本さんが世界中の展覧会に書かれてね、そのどこでも多くの観客を動員するんですよ。アジアでも南米でもアメリカでもヨーロッパでもドイツでもフランスでもイギリスでも日本でもね。それからあの年齢層がさ広いんですよ、うん、子供たちとか若い女性が草間さんかわいいとか大好きファンが多いし、それからなんか僕みたいなね人もとか、割と性別年齢時代によっても多分草間さんは古典的になっていくと思うけども、そのなんでこんなにね、いろんな人にこうアピールするのかなと。アピールするとはそれぞれ違ってるかもしれないですけどね。例えば僕は若い女性の人たちが草間さんで「キャかわいい」って言ったと、かわいくないだろ、怖いだろうって言いたいのね。あのでもまあその怖さって悪いみたいなんですよ、僕のそれぞれ怖さがするみたいな。そういう何かあの何かそれは何でかなと思ってたのね。その南條さんが言われたやっぱ表現としての強度っていうのは、まあ、なければさそこまでアピールしないですよね、うん、まあ、草間さん嫌いっていう人もいるのかもしれないけどね、うん、あんまり聞いたことないね、うん、あのさっきさ僕ちょっとタイトル言い損なったけど、あの1979年にあったイギリスロイヤルアカデミーでの展覧会は、はい、ニュースピリット・イン・ペインティングっていうクリストス・ヨアキメデスっていうのをやったって、なんかこれで世界中のさ現代美術のムードが変わったんですよ。そのつまりコンセプチュアルな方向からカラフルでフィギュラティブなペインティングの時代にそこでシフトした。その時にもう一回だからその草間の存在がね見えてきたわけだよね。なるほど、うん、でもこの70年のキャリアの中で草間さんの作品がどんどんこう普遍化していくあのプロセスを目の当たりにしてるって思うとすごい説得力があって面白いですね。でそこの裏にそういった愛とかストレートなメッセージがあるから多くの人に届くっていうのはなんか本当に草間さんの作品を解釈する上ですごい重要な手がかりになったと思います、はい、ではこの辺りで、はい、ではありがとうございました。